恐竜。はい。じゃあ続きやりましょうね。今日もよろしくお願いします。課題にあったような箇所を考えていこうと思うので、前のちょっと思い出して、そして、せっかくフロイトの話やってたところだから、短めとしても、アンビバレンツってやつを、ちょっと見ておきたいんだね。そういうわけで、英語的に読むと、アンビバレンス。ドイツ語、フロイトとかが使った言葉で言えばドイツ語だから、ドイツ語的にはアンビバレンツって言うんだね。そのアンビバレンツをちょっとだけ見てみよう。その提出されたその提出物にあったようなことなんだけども、フロイトはこの2つの方を向いてるっていうふうなことからして、決してその事柄は理性の側だけで、理性的なアポロン的というのか、冷めた意識、明晰な意識というふうな意味での、その日の当たる方だけじゃないっていうふうなことを、人間の本性みたいなこととして語ろうとしたとすれば、その片面に過ぎないっていうふうなニュアンスで、その理性が語られるんだろうね。そんなわけで、フロイトがやったこと自身は、その従来の意識あるいは主体って言葉を揺さぶったって説明したけども、もし広く言った場合は、その理性自身を問い直し揺さぶったって話になるわけだね。もっと言うと、その理性って言葉は、そのいろんな変遷をたどるわけだけども、徐々にそれが知らないうちに狭くなってしまっていたかもしれん。その意味で理性自身をもう一回広い意味で語り直すことができるかっていうふうな問いにもなってくるわけね。その時あまりにその旧来の理性という言葉が手垢がつきすぎてしまって、その固定した方の狭い意味になってしまっているかもしれないとすれば、むしろこの言葉を撤廃して何か別の形で語り出す必要があるかって話にもなってくるってことね。そういうわけで一応、縦書き36ページ。なんとなく知られている言葉で、とりあえず、両義性みたいに訳せば済むか。なんとなく日本に漢字に文字で書けば分かった気になるから、両義性って言葉さえ知っとけば、この言葉が指す事柄を理解した気に見えるかもしれんが、一応ちゃんと掘ってみると、大丈夫かっていうことですね。そういうわけで一応、語源的には、アンフィ、バレンス、価値、二つの価値、ダブルな価値って感じで、二つの価値という意味で、両義的という訳語が一番近いかと。でも実はこれは考えていくと分かりにくい。二つの意義がどういう関係にあるのか、並んでるといえば並んでるかもしれないけども、どんな意味でそれを並存して、あるいは対立するかってことを考えたら、あれなんだね。いろいろと難しい。その2つを、いわば共に乗せる天秤があるのか、それを2つでのまとめて論じるその1つのテーブルがあるのかっていうふうに、なんでこの2つがどういう形でどこにあるのかっていうふうなことを考えたら難しいっていう話なんだね。さてと、この最初の段落の最後の方を見ると、でも本当の意味でものアンビバレンスが生じる時がある。それはいつか、一つのものに正反対の意味が備わっている時であると。で、次読んだと思うから、一応考えてみようの段落は、あれだね、愛し憎むっていうふうなことなんだけども、しかも、ある時に愛し、別の時に憎むじゃなくって、同時にっていうニュアンスね。同じその出来事として、愛しかつ憎むっていうふうなことを言ってるわけだったね。書いてる中身は。で、これがその、
伝統的な発想で言えば、そのプラスとマイナス、その逆方向の2つの言葉だから、丸い四角っていうと成立しなそうな気がするね。丸と四角は図形的には一緒にならなそうな気もする。しかし、まさに我々の心のありようっていうのは、この愛しかつ憎むってことが普通のこととして起こりうるんじゃなかろうか。その意味で図形のありとその心のありっていうのは随分違うと言えるとすれば、どう違ってるのかって話になるね。そういうわけで、そのまさに価値っていう言い方があった通り、価値自身はその図形自身にあるわけじゃなくて、図形を用いたりする時の我々のいわばその広い心の方の問題になりそうな気がするから、そのまさにその物体的な、精神的な事柄として掘っていく必要があるかもしれないね。まあ、そんなようなことで、精神分析こそがそこに立ち向かえるんじゃなかろうか。そこに照明を当てるためには、まあ、目だけども、ヒステリーとかは解剖しても分かんない。解剖して分かることじゃなくって、むしろ、あれだね、精神分析でこそ分かる、つまり身体的にならざることとして、そのヒステリーとかを考える必要があったと同じように、このアンビバレンスっていう言葉も、事柄も、やはりあれなんだね。計算することができないような問題として出てきていると。後で見る通り、その英語ので言うと、ラショナリズムっていうのを合理主義とか合理性って訳すけども、そのラショナルっていう言葉の近代的な意味は計算ってことだからね。そのまさに計算できない話で、その我々に突きつけられる問題がこのアンビバレンスってことで、そのことからしても、いわば理性自身では、理性の表街道では解決がつかないような事柄だってことになりそうな気がするんだね。そういうわけで、フロイトのところから読もうね、縦書き36、間違えた37の中ほど、ここはやはりっていうふうなところから読んでいこう。フロイトの辺でしか議論が届かないんじゃなかろうか。それで、愛と憎しみ、生への欲望と死への欲望っていう、この言葉は前回やったよね。その快楽原理の彼岸、快楽原理の他に、その死の欲望、死への傾き、死を欲するっていうふうなことが同時にそこにあると。快楽、自分がその満足し、落ち着き、バランスを保つ形で、死から遠ざかるっていうふうなのが快楽の方で、生への欲望だとした場合、その同じものが、しかも同時に死への欲望を抱いてるっていうふうなことが、その2つが共にあり、かつ皮を出さない形で並存するっていうふうなことがあったりすることを、前見た1920年頃の結構後の方の時代のフロイトが、さっき言った本でね、自ら発見したんだね。今まで自分は生への欲望しか見てこなかった。それが片手落ちであった。むしろその自分の見落としをここから拡張して、その補わなきゃいかんっていうふうに、いわばその扱うべき 方向がダブルになったってことなんだね。増えたわけだね。そういうわけで、そこの、その二重性みたいなことを、しかもそれをどんなふうに一つの心の話として語れるかってことが、プラト自身でも半分謎のような形で問われたってことなんですね。そういうこととして次読んでいくんだけども、人間の心のプロセスにはしばしば全く正反対なものが共存していると彼は言う。僕たちは同じ人を愛すると同時にその人を憎むことがある。愛が強ければ憎しみも強くなるということがある。そういう意味での謎であると。愛する両親を殺す夢を見た人もいるだろう。そういう相反する命題。育まれかつ乗り越えなきゃいけない相手みたいな意味で、自分をその拘束し、かつ育てる、
そもそも親自身も、親関係自身ももともと二重性においてあったりするんだろうかね。そのようなことが、多くの場合は、素通りされていたり、あるいは隠されたりしてるかもしれないけども、それが時々透け見えるような瞬間があったりするわけだろうね。そういう2つの相反する命題、価値として正反対の感情が同じ対象に共存する状態を、フロイトはドイツ語のアンビバレンツというふうに呼んだと。ちょっとマイナーな論文から引用してるけども、抑止、症状、不安という論文から取られてるね。つまり、最も理由のある愛情と、それに劣らず正当な憎悪というアンビバレントな葛藤が同じ人間に向けられるのである。対象が同じってことね。対象を間違えることを対象錯誤と言ったりして、盗作とかっていう言い方が起こるんだけども、盗作はしていないわけなので。相手は間違えちゃいない。だが、その相手に向かって、自分自身のうちで矛盾した、その態度を持ってるってことだね。自分の構え自身が矛盾してるんだね。そうか、だから、その解消ってことは難しいよね。ある意味で、その隠れていたものをその暴き出せば済むというふうな意味で、治療できるというのが、フロイトの前の半分の方の治療だったね。その寝室に横たわって、自分自身が自分を隠していた側面を表し出すっていうふうなことで、いろんなことが解消されたかもしれないけども、今の場合でいくと、もしその暴き出してしまうと、その今まで見えていなかった矛盾に突き当たるかもしれないっていうふうなことなわけなんだね。自分の心の自身の、不可解さに直面するわけなんだろうね。そうか、だから従来の治療ともだいぶその方向というか、手段が、経路が異なるかもしれんっていうふうなことにもなってくるわけだね。さて、次はベイトソンのダブルバインドっていう言葉は英語なわけだけども、フロイトと無関係で出てたわけじゃないんだけども、議論があるわけだね。そのフロイト自身じゃなくて、フロイトのね、娘、アンナ・フロイトとかが、小児精神分析ってことを掘っていくんだね。小児自身を、そのフロイトは理論的に論じちゃいるんだけども、小児、子供に関して、その直に臨床的な心理学、精神分析ってことを、快諾したのは娘なんですね。アンナ・フロイトなんだね。というわけで、だからちょっと一世代ずれて、その小児精神分析ってことが、世に起こって、その展開していくわけなんだけども、そのような後の世代に、このベートさんがいると考えておいて、もっと現代人な感じね。で、それで、拘束っていうふうな意味のバインド。にっちもさっちもいかなくなるっていうふうに、しびれた状態になるような感じでバインドなんだね。どっちにも行けず、そういう意味で立ちすくんでしまうような形の症状が起こるわけなんだね。だが、それが何というの？特別な事情かというと、そうでもなく、むしろ常に、普通に生きてること自身がそんなふうな分裂症的な二義性の中で生きなきゃいかんのじゃないかっていうニュアンスで、この話があると考えて、その特殊な、その変なところに行っちゃった人が陥るって話じゃなくて、フロイトも、そもそもそのフロイトもあれだったね。現代人は圧力にさらされていて、そのノイローゼにならざるを得ないような場面に、
身を置いてるっていうふうなことで、それが発症するかしないかみたいなことは、一種の個人差みたいなもんだ、そのような近代世界を考えしたね。それかそれは、その主体っていう言葉が生まれた後の近代であり、その主体に望まれることを、主体へとかかる圧力みたいなことが常にあり、その期待みたいなことに即して親子関係もあればっていうふうな、そういうさまざまな、いわゆる家族関係とかも、あるいは男女関係とかも、一種のその近代的なステージの中で、営まれてるってことなんだろうね。そういうふうな意味での、我々の知る精神世界が持つその構造みたいなことも論ずるような意図において、そのベイトさんが論じていると考えて、そういうわけで、そのフーコーの話もあったよね。そのフーコーが、こういう症例に即して考えるのは、やはりそこに何らかの力が働き、権力関係自身がこんなふうな、歪みをも、要求してくるんじゃなかろうかっていうんだね。さっきのフロイトが語ったのは、近代世界の、まあ、基本構図かもしれないけども、その基本構図自身が、実はその資本主義もその一つかもしれないけども、近代的な政治経済とか、近代的な理念が要求する様々な人間に対する定義ね、人間とは関わるべし的な定義が、しかも、その権力構造として人間に迫ってくるその定義が、根本的な議論するべき事柄だって話になるわけね。むしろ、人間全体が、特にそんなふうに発症する人間自身が、一種の被害者とも言えるような立場で、何がこれをもたらしたのかっていうふうなことが問われる必要がある。一言じゃないって話ね。そんな意味で、フロイトを読めた、そのあれを、あれでしょうね、その、シュレーバー症例に関する、風向とかの接近を考えておこう。さて、そういうわけで、ここをずっとやってると、やはり時間がかかるので、39の方は、多分、ふむふむ的な感じで、そのパラノイアとかね、変質性みたいなことの話は読んで、その筋を折れそうな気がするから、ちょっと理性の方に行ってみようかと思ったね、ここで。そういうわけで、理性の方はページがさらに変わって、縦書き505となるはずだから、ちょっと505ページだけね、しまった。スマホ忘れた。いいか。今日オンラインいるのかな。オンラインがいないのかにゃ。あれ？どこ行ったっけ？これか。いないんだ。じゃあ、以前挙げたとして、読もうと思うけども、先に、理性の下の横文字を見るんだけども、リーズンっていうふうに読むのでね、リーズンっていうふうに読むことにして、英語だったし、それで、フランス語でそれに当たるのがレゾンっていうのが次なんだけども、一応書いておくと、共にラチオっていう言葉、ラテン語なのでね、ラチオと書いて、英語的には連唱となるけども、ラチオの、まあ、それぞれの派生形態と考えて、そしてそのラチオの訳というか、意味合いは、後で、ちょっと説明し直すんだけども、このラチオともう一個、ラテン語で言うと、ウェルブムという言葉があって、これが普通言葉って訳すんだね。この二
2つに、ラテン語で言えばこの2つに分かれる大元にそのロゴスっていうギリシャ語があるというふうに考えている。で、ここでは、この縦書き理性では、ロゴスの話があまり出てこないので、必要に応じて後で掘るんだけども、ちょっとこの言葉なんだけども、初めにロゴスがあった。ロゴスは神と共にあった。そんなふうに、キリスト教の経典である、ヨハネ福音書の先頭に、すべてを創造する神のロゴスっていうふうなことを語るんだね。そのロゴスっていうのが、ギリシャ語のオリジナルな、福音書なんだけども、それをラテン語に訳すときに、ウェルブムというふうに、言葉っていうふうに訳すんだね。初めにウェルブムがあった。そういうわけで、初めに言葉ありきっていうふうな訳で聞いたことあると思うけども、その言葉っていうのは、ギリシャ語的に言えばロゴスが当たってんだね。そのロゴスは論理とか意味とかいろんな訳があり得るかもしれないけども、確かにその語るっていう意味があるんだね。ロゴス、レゲインっていう動詞から来てるから。だからその語るっていうこと自身も掘ると複雑なことがあるから後で掘るんだが、とりあえずその語るっていう言葉がの変形がロゴスだから、語り出されたその世の仕組みみたいな意味を持つから、論理とか、あるいはこの世の断りって感じの意味にもなるんだが、いずれにしろ語られた限りでのっていう意味があるんだね。だからその語りっていうのは、このプラトンとかアリストテレスの時代では、人間の語り、自然の中にいる人間の語りだったんだけども、さっき言った初めにロゴスがあった。ロゴスは神と共にあった。というあの話は、あくまで神の話なんだね。つまり、キリスト教にギリシャが先で、それがキリスト教に継がれていく感じなんだけども、何百年かの間でね。そのギリシャ的なものを引き継いだキリスト教はだいぶ意味を違えて、人間のロゴスっていう言葉を排除して、第一義的に神のというふうな意味でロゴスを語るんだね。神のならざるロゴスはないっていうようなニュアンスで、神の事柄としてロゴスを限定するんだね。逆に言うと、人間のロゴスっていう言葉が排除された時代がキリスト教の時代なんだね。そういうわけで、その神の言葉という意味での神のウェルブムっていうふうなことで、そのウェルブムが、被造物となってこの世にいわば撒き散らされて、そのこの世のそれぞれのものは神のロゴスを体現したものだっていうふうなニュアンスの世界観が、このウェルブムに関わる創造論で語られるわけだったね。こういうその下敷きがあることを言った上で、ギリシャどうなってるか、キリスト教どうなってるか、近代どうなってるかっていうふうな、その理性と訳される言葉のギリシャ的な、プラトン的、イラストレスト的な時代の意味と、それを形を変えて受け継いだ、キリスト教的な理性解釈、言葉解釈で、それを受けて、その再び人間の理性を語った近代だね。近代は人間の理性だね。しかし、絶対的な人間の理性っていうふうな意味で、だいぶ変形したギリシャとは違う人間理性なんだけども、その三者三様の話があり、この三者三様の全体をもう一回現代の思想から批判するって話になるから、4段階ぐらいあるんだね、事柄が。難しいわけなんだ。そういうわけで、混同せずにというか、いろいろと、ふやけしながら理性を見ていく必要があり、まず読みながらあれしようか。ラテン語の理性という語、ラチオには、比率、計算という意味が含まれておる。そのラチオが、英語で言えば、リーズン、レゾン、フランス語のレゾンとなるんだけども、
このリーズンが、このリーズンが、レコン、あれ？レコンってどうなんだっけ？レコンってこれで合ってる？計算するって合ってるから。合ってる。それ、そういうレコンと同じ語源の言葉ってことを知ってる。CK。算定し、計算し、確定するって感じの、その計算の意味ね。あとでそれがつながってくるから。さて、ドイツ語の理性がフェアネーメンという動詞があり、それがフェアヌンフト。カントが純粋理性批判という時の理性はこのフェアヌンフトなんだね。だからそれは、この聞き取るっていう意味があるというふうな話なんだが、それはこの計算の方の埒を超えて、むしろロゴスの方のニュアンスに近いんだね。ロゴスは語るっていうふうなことだったけども、語るってことは、実はギリシャ的には事柄自身が告げてくることに応じて、人間がそれを口にするっていうふうな意味で、語るっていう言葉がギリシャの方ではあったから、そのいわばもの自身の方、語られるべきもの自身の語りかけを聞き届けて、それを言葉にするっていうニュアンスがあるんだね。その意味のその聞き取るっていう話がドイツ語にも引き継がれてるっていう話が書いてあったわけ。つまりその単にこちらが力技で何かを組み伏して定義するじゃなくて、その声なき事柄自身の声なき声を言葉化するって感じね。そういう意味での、その聞き取るっていう意味が、ロゴスあるいはフェアノフトにあったっていうことなんだね。それぞれ深い由来と意味があったりするんだが、ラテン語の語源ラチオから分かるのは、一つの尺度みたいな意味で、この言葉が、ラチオという言葉があったか。どう尺度かっていうと、さっき比率計算っていうふうな話に触れた意味で説明があったね。したがって、ラチオとくれば計算して算定して答えを出す、そういうもんとしての理性という、尺度的な性質を持っていることを、忘れちゃいかん。しかし、この忘れちゃいかん、この計算する理性っていう意味合いは、デカルトの頃生まれると考えて。逆に言うと、それ以前にはなかった。そのデカルトの直前の辺から、中世末期の辺から、このラチオという言葉が、計算するっていう方の意味に、傾いていくんだね。さっきのもう一回振り出しに戻すと、そのラチオという意味でロゴスが訳された時は、それさっきの神のウェルブムと同じ意味でラチオが使われた時は、あくまで神のって意味だったんだね。神のラチオ、神の理性、神の言葉だったんだけども、それはその時は人間のする計算とかって意味とちょっと違うわけなんだね。むしろ、さっきの言い方に近づければ、神のおもんぱかりみたいなものがあって、この世がどうあるべきかってことをおもんぱかって、それに即して作るっていうふうな世のものを作ります。いらないものは作らず、あるべきものが全て出揃うっていう感じで、その神の御心のままに世がロゴス的に整えられるっていうことが、それがそのキリスト教的な創造のニュアンスなんだね。世に余計なものなく、足らぬものもない。だが人間から見ると何か足らないように見えたり 余計なものがあったり見えるかもしれんが、それはまさに人間の愚かな理性というか、愚かな推論だからって言うんだね。神の理性からすれば、そこには過不足のない全体がそこに控えておる。そのような意味での、その神の理性はロゴスは、そのラチオに入っていったとすれば、まさに神的な秩序、神的な神慮っていうのがね、神のおもんぱかりの神慮って感じになるわけなんだけども、それが徐々に
変形していくんだね。このラチョウっていう言葉が。にゃん。というわけで、ちょっと中世中ほどの10世紀とかの話になるんだけども、アンセルムスっていう名前聞いたことあるとしようか。なくても聞いたことあることにして、アンセルムスね。神学者。そのアンセルムスっていう名前で出てくるのは、その神の存在証明っていう言葉なんでね。神の存在証明っていう言葉をその最初に使ったというか、そのやった人がアンセルムスなんだけども、それは簡単に言うと、それまでの時代と違って、その神の何たるかは到底語り得ぬことっていうふうな、その信者の理解が崩れて、その神がいるかどうかは証明してもらわないと困る、証明してくれたまえっていうふうな、そういう突き上げが神学者に向けてなされたっていうことなんだね。勝手にアンセルムスが神の存在証明始めたんじゃなくて、あるならあると示してくれっていうふうな世の突き上げがあったわけなんだ。で、じゃあ諸君の分かるように説明しなきゃいかんなっていう感じでアンセルムスが対応するわけなんだね。だが、その話をもう一回その説明し直すと、その時にはすでに人々の民衆の間の中に、説明されたら自分は理解できるっていう、その自信があるわけなんだよね。俺に分からぬことはない。理屈が合ってれば、我が輩も賛同する。我が輩は世の真偽を見定める能力持っておるっていうふうな、そういう民衆がいたからこそ、そういう付き合いがあったんだね。聞いても分からん、あるいはそもそも語り合わないことだったらば聞かないけども、聞いて分かるはずだっていうふうな、その人間の側の理解力みたいなものに対する、なんて言うんだろうね、自信みたいなものが湧いてきた時代がその10世紀、11世紀なんだね。それに応じて、さっきのラジオっていう言葉も、人間の理解力、人間の側のわかる力みたいな意味で徐々に変形してくるわけなんだ。つまりさっきの神のみにその委ねられた力じゃなくって、むしろ人間もそれと相似形みたいな感じで持ちうるような理解力、推理能力、ものをものとして把握するその能力っていうふうに、人間的な能力というふうに意味が足されていくんだよね。結晶化したやつが聞いたことのある人間はアニマルラチオナーレであると。アニマルラチオナーレって言い方が、理性を持つ動物って言うんだけども、その訳ではアニマルが名詞で、ラチオナーレが形容詞で、理性的動物って言うんだけども、訳すのが多いけども、平たく言えばラチオな動物ね。そのラチオな動物っていうのを理性的動物と訳しても何でもいいんだけども、いずれにしろ世のことを把握できる能力を持つ動物っていうのね。動物で言ってる理由は、非造物でありニャンコとかと変わらないような生き物であるんだけども、猫とは違い理性が特権的に与えられている。理性的なるな動物は人間だけで、人間の特性というか本性が理性的であることだって言うんだね。その理性的ってのは、その神の救いに預かる霊的な息吹みたいなことというのが、キリスト教的な初期の意味かもしれんけども、だんだんその意味が拡大されて、その人間の霊的力っていうのは計算能力であると。世界を世界として解明し、それを語る人間固有の能力だっていうふうな、そんな形の自覚がデカルトの時代に至るまで、徐々に醸成されていくのだ。それをまあ決定づけた、その人間理性それ自身を直視したのがデカルトだとすれば、その手前の大きな波みたいなものが人間の理性的能力、人間が世界を説明し得る能力みたいな、それを意味を膨らましていったんだね。しかも、神に準ずるって言うべきか、神と並行するって言うべきかね。同じさの神における意味の、神における意味の、そのラジオと、匹敵するかっていうふうな意味での、
人間の理性的能力ね。それが問われ始めたんですね。その細かい話すると、その人間的理性っていうふうな話には、そのトマス・アキュナスの時代、13世紀の話が極めて大事で、かつそれがそのアリストテレス経由で入ってくることがあるんだが、ちょっとそれは今省略しよう。で、哲学史の授業とか、宗教学の授業では扱ってんだけども、ちょっと今それ省略するね。いずれにしろ、そのトマスの時代とかを経ながら、人間の能力の意味で、ラチオが語られ得もする。あくまでその、さっき言った、ロゴスが神であった、神がロゴスと共にあるっていうあの話が、その宗教的な基本の場面で確保されて、そのロゴスのいわば、ラチオの大元は神なんだけども、その神から音調なり何なり、議論の仕方あるけども、音調なり、自然の光なり、聖霊の力によってなり、いずれにしろ、地上の人間もまた、ラチオ的なものだっていうふうな理解が進んでいくのが、15、6、7世紀と考えて、デカルトが1650年に死んでるからね、その近代の開始みたいなやつを、17世紀半ばみたいに言うとすれば、そこに至る、しばらくの間が、まだその思想的に明示されなかったかもしれないけども、そのラチョウ的なもののせり上がりの時代だったんですね。で、そういうことで、そのもう一回さっき説明すると、ちょっと待って、実はこのアニマルラチョナレっていうのは、ギリシャ的なあれ、アリストテレスの政治学の言葉みたいなのを、ちょっと、キリスト教的に変形した言葉だから、本来のアリストテレスの言葉とはだいぶ意味が違ってるんだけども、いずれにしろ、この時代のラチオっていうのは、エオルという動詞がラチオとなったんで、この意味がね、エイを、なんとなくあれを、エイを、エイとして、捉えるっていうかね。そんな意味の動詞になる。つまり、対象を、論ずるべき対象を、高校だと定義づけるって感じね。これこれはこれなり。例えば、光は粒子なりとか、光を粒子として捉えるってことは、光を粒子として説明する、把握し、解明し、定義し、その語るっていうことだよね。その意味で、そのレオルっていう動詞は、A を A とみなす、捉える、把握する、説明する、解明する、そんな感じの意味になっていくわけね。というわけだから、その解明する能力、定義する能力、つかみ取る能力、あるいはその、先の時代、そんなふうな語りによって何かを把握する能力って感じするね。それはその一言で言えば計算なわけだ。こうこうだと見積もる。こうこうだとその説明できる原理の中に、その据えるってことなんだね。で、こういう意味でそのとりわけ神じゃない人間の理性は、算定し、計算し、確定し、説明し、定義する人間固有の能力というふうな意味を受け取りながら近代へとなだれ込むわけだったね。一応、そういう意味で、そのラチオが考えられたあのありさまのことを、近代合理主義というとして、それが英語で言えばラショナリズムだね。ラショナリズム。ラチオナリズム。ラショナリズム。フランス語でラショナリズムとなる。それが、ラチオの完全性を人間の基軸に据える議論って感じだろうね。理性の誤たざる、推理能力、把握能力、説明能力を、人間の
基軸に据えるって感じね。そういう話になっていくのが17、18世紀の時代であると。そう考えて、そのさっきのあたりを読むんだが、ちょっと消しとこうか。どこで書けばいい？これを消して、これを消して説明し直すと、これと同時に計算して A を A と考えるっていうふうな、 A を A として取れるっていうふうなことは検証できそうだよね。それで合ってますかっていうふうに検証できるという意味で、人間がその A を A として語ったんだけども、それを例えばその天体が回るんじゃなくて地球が動いてるっていうふうなのが理性的な発見だとすれば、それを観測においても実証するっていう形で、その検算できるね。その検算できて合ってるっていうふうなのが正しいっていうふうなことの意味になるんだね。変で言うんだけども、合っているっていうふうなことが正しいっていうのと同じ意味になるのは、まさに近代の話なのだ。神の御言葉の場合、検算できないわけじゃない。端的に言えば。しかし人間の手の内にある計算ならば、それを論証の事柄として合ってるか合ってないかを、観測はこれと違う結果を示しておるから、間違っているっていうふうな感じで、自分自身でそれを検算できるね。しかし、以前の時代は、検算できる話として、その真理を考えていなかった。だから今やまさに、その検算できる問題、つまり、検証できる問題として、真理を考える時代が始まっている。デフロート的な時代ね。今やってるのは縦書きの理性の505ね。505わけで。それで、これで、なんだ、違うんだよね。その理性の長い話。前半知るだけでわざわざ録画見て。そういうわけで、近代の、発端において、このデカルトのあたりで、人間の理性ってことは、世界を解明する能力、そして、検算することによって真理を自ら発見する能力っていうふうな意味になったんだね。それまでは真理っていうのは、言ってみれば天から下ってくる、天から与えられるようなことであり、人間の判断で合ってます合ってませんって話をできない言葉だったんだね。その救いはこうこうなのか、はいとかいいえとか、こちらが検算して、それは間違ってますというふうな話をするようなことじゃなかった。ところが今やまさに、正しいか正しくないかってことが、人間の、権能の中に置かれて、自分自身でそれを、その真偽を確定することができるっていう意味で、真理が、人間の事柄となったんだね。この話が実は小義と済むという話なのだ。小義と済むっていうのは単なる名文句というふうに 理解されているとも思うのだが、そうじゃなくって、その人間の存在がその真理の尺度であるっていうふうな、人間の理性的推理能力がその真理の尺度であるっていうことを、その真理の場所をすげ替える、最も確実なもので全てを支える原理を人間の理性能力に置くっていう、その転換みたいなことが、それがその小義と済むの議論の一番大事な点だったね。というふうに教わる機会はほとんどないと思うけど、そういうことなんだ。というわけで、その
まだここ途中の近代の話しかしてないんだけども、その近代へと至る話をもう一回その振り出しに戻して話を始めてるのが立てかけの文だから、もう一回505ページ見てみよう。もう一回その3行目の辺からいくと、ラテン語の語源ラチオから分かるのは、とりわけ近代で花開く議論だが、一つの尺度として理性を考えている。計算する理性という意味を、このラチオ、合理性って言葉に置くんだね。その計算し、算定し、確定し、検証するっていう意味で考えた場合、理性には数学とのつながりが出てくる。もっとも、破綻なき推論の体系が数学だとすれば、A を A として意味付けるって時のその経路で最も確実なルートとして数学が選択されるっていうのがデカルト的な見方なんだね。そういうわけで、その数学性という要素が含まれる。これをそのデカルトがギリシャに直結させて、まあ、いわば後付けた感じなんだね。そのちょっと非造物という発想がないギリシャに同じ議論を当てはめちゃいけないんだけども、確かにその近代の議論は自らの話の正当性のためにギリシャ的なものを援用するんだね。その意味で追っていくと、確かにギリシャの時代から数学は理性にとって一つの模範的な学だった。幾何学を知らざる者はこの門をくぐるべからず的な、その逸話がプラトンのアカデメイアにあるんだね。幾何学分かってないといかんって話ね。次行くんだけども、と見ると無秩序に見えるものの中に一つの調和と法則を見出す。ちょうど数学がそうするみたいに。それが理性の大事な課題であり、機能でもあった。それをそのいわば肥大化させて取り出し、人間の計算能力の問題として、しかも誤ったざる計算能力の問題として、かつ確定して検証できる、そういう計算能力として、それ真理へ直結する道として人間の理性を語るのが、それが近代合理主義ってことなんだね。近代合理主義ってのはそんな意味で出てきた言葉なわけなんだ。ラショナリズムってやつね。にゃんにゃん。そういうわけで、なんとなく今近代に入ったわけなんだけども、一回これが話が そのもう一回どういう系列でこうなったかの話でキリスト教に戻るからちょっと見てみよう。このギリシャ的なその大元の経路みたいなものがあったとして、ロゴスがあったとして、これに新しい要素を付け加えたのがキリスト教であると。この宗教は人間の原罪という考えを導入することで、世界を不透明なものにした。つまり、キリスト教がやったことは、まあ、ユダヤ教を引き継いでの話だけども、人間が世の主人じゃないと。ギリシャとかでは人間を世の主人と考えて全てを原理的に知り得るみたいな話をしてるかもしれんが、いや、その最も高きところは人間に及ばないその領域があり、その高さに向けて我々は常にその価値づかねばいかんっていうふうな、その天を天として保存し、人間の知を、そのいわば貶めるね。その傾きがそのユダヤ教とかにあったんだね。キリスト教もそれをある意味で継いでいくので、その真の高みは、すなわち理性それ自身は人間の事柄ではない。むしろ神的な事柄だって意味において、その人間には不知なるもの、知ることができないものとして、この世を語ったんですね。この世の秩序みたいなものは、まさに神のみぞ知るっていうふうな意味において、人間の知られざる秘密みたいに、ミステリウムっていうふうな意味で、その語ったわけなんだ。だが、その同じキリスト教は同時に、その神のみぞ知るわけだが、
その神のみぞ知る神への経路がイエスであり、かつ、イエスから聖霊を引き継いだ世のその指導者だって話になっていくんだね。すなわちローマ教皇みたいな特別な神に、連なる人々の理性の特権性みたいなものを持ち込みをしたわけなので、非常に危うい話だけども、そうなるんだね。その意味で不透明にしながら、そこに一つの救いの道みたいなものを持ち込み、それで真理を言えば神およびその神の代理人に独占させるって話がキリスト教だっていう言い方すれば、ニーチェっぽいね、ニーチェ的な話なわけなのだ。だが、続き読んでいくと、世界を不透明なものにした。それ人間の理性、人間的な推理では解明できないようなものにした。もう人間はそこに調和と法則をつける力をなくしたように見える。そこに救いがあるとすれば、その神への愛みたいなことで、ようやくそこに何だかつなげられるっていうことね。そういう認知からすれば、支配原理みたいな。人々をその支配するための、その人間の地位の突き落としみたいなものが、そこの、そう、キリスト教のロゴス論のトリッキーな部分だって話だったね。で、次行くんだけども、代わりに伝わるのは、啓示としての神の言葉であると。上から下ってきて、そうですかっていうふうに受け取って、こちらが自ら掴むんじゃなくて、これを真理として受け止めたまえっていうふうな形で下ってくるもの。それが真理だったんだね。キリスト教の本義においては。それでかつ、その下ってくるものは、差し当たりは、その福音書みたいな聖書なんだけども、しかし同時にその聖書の中にある話だけども、あれね、その真の意味みたいなことを 人に分からせる、人を導く、世を導くものとして、ペトロをはじめとする、その使徒、つまりはローマ教皇が特権的な位置に置かれるわけなんだね。理性を神のものとして遮断しておきながら、その理性を、まあ、いわば地上にもたらすものとして特定の人間を置くっていうふうな、そういう一種の権力構造とフーコーの霊創のやつが敷かれるってことね。その意味で神の啓示、言葉として下ってくる神のそのロゴスっていうふうなことが高いところに置かれた。これは目に見えるというよりも耳に聞こえるものだって話になってるんだけども、ここではそういう話にしてるけども、まあ微妙なところで、むしろこの聞き届けるっていうニュアンスをキリスト教ならざるギリシャの方につなげた方が議論は面白いんだね。その俺様が聞き届けることができるっていうふうに、その聞くことの特権性争いをして、その意味で誰が正確に聞いてるかっていう話として、この議論を受け止めてしまうと、そのローマ教皇に代わる別の権力を打ち立てることになりかねないから、その意味でのその聞き届け争いっていうふうなところには いかない方がいい気がするね。そういうわけでちょっと次に行ってみよう。つまり今言ったような、その聞き届ける意味のロゴスの掘り出しは、ハイデガーその他別の人がやるから、それを後でまた考えてみよう。そういうわけで505ページ縦書きの最後の3行に行くんだけども、自然は数学という言語で表現されておる。というガリレイの言葉があるとされてますけども、その近代科学はまさにこういう人間の計算能力たる理性、これを基盤に、その世界へと打って出るものとして展開されたんだね。産業革命もさることながら、産業革命と同じような時代にそのフランス革命が起こるわけだけども、それもね、人間が理性的に立てることができる法っていうふうなのが、上から下る啓示としての法じゃなくて、人間がそこに打ち立てることができる法っていうふうに、やはり人間の理性の計算可能性に即して、国の秩序も
共同体のシステムも理性的に構築できるっていう理解があるわけだね。そういうわけで、自然科学の方も人間の合理性で、その制度的な方面、生き様に関わる政治の方面も、そういう道徳とか法学とかそちらの方面も人間の理性っていうふうな、その一つの理性が、人間的理性が覆う時代が近代ってことになったね。その意味では、今に至るって意味で、その近代において展開された人間の理性的把握能力、それが、その人間の本性として置かれた理性、そこに、ずっとその置かれ続けて今に至るんだが、問題は、それでいいのかって話ね。それが問われてるわけで。ちょっと言ってみようか。一応、この順番で追っていくから、500語の最後。近代科学は数学をよりどころにする学問である。現代の理性は数学的理性としての性格を強めてきた。この場合、サイエンス、あるいはテクノロジーっていうふうな形で、世界に打って出て世界を解明し、説明し、支配するっていうふうな意味で、理性が珍重されるから、その意味での、1800年代先頭あたりから始まる、いわゆるサイエンス至上主義ね。サイエンスって言葉が応用科学で実利的な、世界改造の術って意味で使われるのは19世紀初頭なんだね。それまでサイエンスっていう言葉は、どっちかというと、世界の謎を解明するような、世界を分けて、そこへと沈潜するような、そんな風な学問だったんだが、そうじゃなくて、まさに今の意味のサイエンスね。世界を、自らのもとに、組み伏す、能力というふうな意味でのサイエンスっていうふうな意味になり、今でも言われるように世界を征服するみたいなイメージね。それがこのデカルトの時代というよりもむしろ18世紀のおしまいの辺から、事例で言えばその産業革命とか、あるいはフランス革命で、形を成すような、そんな風な理性の時代。それが後で見る啓蒙だよね。啓蒙の時代において、我々の時代に直結するような理性感が出てくるってことなんだね。それで最後の行を読もうか。理性は合理的、羅生的なもので、数学はそのラショナリティを最もよく表すものの一つだと、そんな風に理解されたと。その合理性っていうか、そのラショナリティを重んじたこの理性は、まさにその後でやろうね、啓蒙的な理性と呼べるだろう。その啓蒙も、その初期の啓蒙、そのボルテールとか、その辺を見ると決してテクノロジー万歳じゃないんだけどね。でも世の趨勢はやはりテクノロジー万歳になるのだ。利得万歳な感じね、計算するあれだから。何をもたらすか。そしてこの啓蒙的理性に対して様々な理性批判が展開されたニャンニャン。ということで、ちょっと休憩しようか。一つずつ見ていこうの話になるから、ちょっと出席を取ろう。なんか配置変わったのかな。ちょっとこれがすり出したんだな。前はここに座る余地がなかったんだけど、座れるってことは動いたってことか。れだっけ？違う。どれだっけ？おかしいな。コントローラーが。ね、コントローラーがなくなった。おかしいにゃ。これか。あ、違うな。
一時停止。じゃあ、少しだけ休憩のために、今の次の縦書き506、ちょっと目読しといて。啓蒙っていう項目で出てくると同じ、ホルクハイマー、アドルノ。アドルノ・ホルクハイマーっていうのは、あれだね、ユダヤ人なんだね。実はその、微妙な話なんだけども、その、ユダヤ人の意味での理性的なものと、キリスト教徒の意味での理性的なものとだいぶ違ってんだね。そういうわけで、はっきり言ってしまうと、アドルノ・ホルクハイマーの立場は、その、キリスト教的合理主義っていうふうな、それに対する批判でもあるっていうことなんだね。キリスト教自身が支配的であり、キリスト教的尺度のみが、その世の尺度となっていること自身に関する議論でもあるわけなんだね。我々はその、理性っていうのは無色透明で、どこ行っても同じ理性だろうっていうふうな見方をしがちなんだけども、それは考え直すべきことなんだね。理性という言葉自身がそもそもさっき言ったロゴスの意味をキリスト教的に転換したことから始まってるわけなんだけども、それが我々につながる理性なんだけども、それがね、どういう由来で、その誰のその支配能力として語られたかっていうふうに考えた場合、神とかローマ教皇と無関係じゃない意味で、その理性真理が語られたとすれば、それはやはり、その、無色透明とは言えないところがあってね、そういう話を、だから、その、アドルノ・ホルクハイマーの話を単純に考えすぎちゃいけない。その、理性だけが大事じゃないと言ってる、そんな話ともちょっと違うわけね。理性一辺倒とか理性至上主義は良くないっていう話で、簡単に済ましちゃいけない話なんてね。やはりニーチェと同じように、今の我々の知る理性とか真理っていうふうな言葉が、どこに由来するのか。しかもそれはある意味で、他にもあり得た複数の経路を遮断して通ってきた道じゃなかろうかっていう話なんだね。にゃん。まあ、ということで、その、ちょっと続きをゆっくり読もうかな。506ページね。あれ、ここか。あ、じゃない、じゃない。あれ、その、確かやってなかったんで、横書き持ってるかな。横書きのアドルノ・ホルクハイマーってやつを、まだやってなかった気がするんだから、やったっけ？このページでいくと、ちょっとこっち開けて、その、アドルノ・ホルクハイマーは、にゃーんと開けると、あれ？めくり方が悪いんで、なかなか開かないんだけども、ちょっと待って。ここだ。15番だから、104ページね。え？違う違う、間違えた。108ページね。108ページ。フランクフルト学派だね。これ、108ページ、109ページって、やってなかった記憶があるんだけど、やった記憶ある。見てないかな。じゃあ、今見よう。いい。みんな持ってる。持ってなかったら誰か見せてもらって。フランクフルト修例っていう、フランクフルター修例っていう言い方があって、英語で言えばフランクフルトのスクールね。学派っていう言い方があって、ちょっとその名前だけもう一回見ておくと、ホルクハイマーとかアドルノっていう名前が見えるね。太文字で。それで他にもマルクーゼとか、いるんだけども、ちょっとエーリヒ・フロムも有名かね。で、一応、バルター・ベンヤミンは入れていいような悪いような気がするけども、名前として、バルター・ベンヤミンも名前上がってるね。みんなユダヤ人と考えて。みんなユダヤ人と考えて。で、かつ、その戦前の話だから、当然にそのナチスの時代に、あれこれ受け身に遭うわけだね。ベンヤミンは死んでしまうし、アドルノ・ホルクハイマーは、
亡命するんだね、アメリカに。そんなよ、で、しかし、大半のものが戦後戻ってくるわけなのだ。戦後、ドイツに戻ってくるんだね。そういうフランクフルトって場所わかる？なんとなく飛行機で行ったら普通フランクフルトに着くので そういうとこね、エッセンシュかな、読むと、戦前の1924にフランクフルトとかっていうその地名のところに創設された学派、そのフランクフルト社会研究所、こういうそのあれがあるんだね。なんていうんだ、研究機関があるとして、しかし、どっちかっていうと、なんとなくユダヤ人の研究機関な感じね。正確にはこの集団は1930年にホルクハイマーが2代目所長の就任、所長として就任して以降、とりわけナチスの迫害から逃れていたアメリカ合衆国への亡命時代に、類まれな学際的研究の成果を残した。社会科学研究所だから、思想だけじゃなくって、制度とか歴史とかね、さまざまな方面、あるいはプロムとかは精神分析だから、そういうものを残した。この学科のメンバー、ちょっと目読して、ホルクハイマー、アドルノ、にゃん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 、といった面々であるって書いてるね。彼らを結びつけていたのは、歴史における理性の展開を、理性っていうのはさっき言った意味での理性ね。とりわけ、その、キリスト教に端を発し、そして、この、フランス革命とかの直近の大きな方向づけに関わってきた理性ね。で、まさに、その理性の名のもと、理性、合理的主体のなす経済とか、投資とか、あるじゃん。それから、あれだね、テクノロジー。そんなふうなところへと、いわば理性が特化していく話を、論じようとした。この理性の展開を、一方で社会学的、哲学的研究と、他方で経験的調査。いかなるその貧困を生んでるかとか、そんなようなことを考えて、そういう二面で、つまりそのフィールドワークと理論とで明らかにするという構想であった。特に近代化過程における理性による解放の契機、確かにいろんなその区引きを打ち払う意味があったかなかったかって言ったらばあったんだろうね、彼ら的にも。とりわけ、その、フランス革命において、ユダヤ人も市民権を得たんだよね。ユダヤ人も、それまでのゲットーとかに束縛されずに、その、各お金を持ってる場合はっていうのがあるんだけども、その、フランス革命の理念は、その、経済的に自立しているものっていうのが、一つの市民の条件だから、まさにその、国を動かす大事な要素として、そのお金を持っている人たるユダヤ人は、まさに国民として、人民として迎えられたわけなんだ。その意味では、ある意味で、その自分たちの解放の記憶にもつながるかもしれんが、しかし、まあ、時代は経て、いわゆるドレフィス事件とかも起こっててね、そんなわけなのだ。次行こうか。個人と社会との関係、文化的実践、そして労働のあり方に照らして分析するということが目指されていた。24年、30年ってわけだから、第一次世界大戦の爪痕、そしてすでに25年、ミュンヘン危機があって、ヒトラーが台頭している、そしてその、30年、親衛隊とかね、あるんだよね。それで社会主義運動が、というかエスペで社会民主党の政権とかが徐々にぐらついている。もはやその第一次世界大戦の終結以後、いわゆる王政の国家じゃないんだね、ライヒじゃなくて民主主義国家となっていて、いわゆるそのエンパイアじゃなくなってるわけだけども。
そのあれね、今何が起こりつつあってどこに向かっているのか、その労働ってことはまさにそのマルクス主義が傍らにあり、そこに合流するユダヤ人も多い中で、労働の何たるか、労働が向かうべき意味とか、論じるわけなんでね。今のこの主要メンバーの中には、そのいわゆる過激派はいないわけだけども、いないと思うけども、いずれにしろその、現状にいい加減ある者たちの集まりと考えて、でホルクハイマーは所長就任後、新しい社会理論のモデルを提案しておった。この構想をホルクハイマーは、彼の所長就任講演である社会哲学の現状と社会研究所の課題において、さっきの社会学研究所の目標として紹介しておる。それによると、これは普遍の真理としての学として単一の専門分野に執着することなく、社会調査や精神分析といった経験的研究によって豊かにされ補われる学際的結物論を目指さなければならないと書いてるね。いろいろと微妙な言葉があるけども、唯物論っていう言い方は基本的にそのマルクス的な、つまり反資本主義的なという傾向で見ておいて、それは労働をいかなる意味で意味づけるかっていうこととか、産業を統制する、あるいは産業をその育成するっていう形で、国家がその富国強兵みたいな形で、その制度を整えるっていうふうなことを、これへの反論もあるんだね。そういう意味で、理念が先行しちゃいかん。その理念っていうのは、まさにヒトラーも理念を語ったわけだけども、そういう、いわゆる神官と派にしろ、ヒトラーにしろ、そのスローガンとかモットーみたいなもので、全てを動かすような政治が現に行われている時代であるので、地道な手仕事が大事であるっていう意味でこんなこと言ってると考えて、その唯物論的ってこともね、事柄に即するっていうような意味で考えておこう。そういうわけで、さっきの啓蒙の弁証法とか、さっきの理性の腐蝕っていうふうなのが書かれた、このフランクフルト学派的な背景がなんとなく分かったことにしながら次行くんだけども、この構想に基づき1932ってことは、翌年にナチスが政権を取るからね、その直前にって意味だけども、創刊されたのが社会研究年報、以下年報であった、ヤールブックって言うんだね。この年報は、この雑誌は最新の思想動向の紹介が充実していることで名声を得た。またそれは立場表明とか成果報告の側面も持っていた。だが翌年の33年にナチスが権力を掌握した時に、国の機関であった大学がみんな国立だったから、大学の教員はみんなあれだったんだね。国家公務員。それはみんなね、そのユダヤ人を公職から追放するって意味で、国家の機関からは追放するっていうことになったから、大学教員はみんな職を追われたんだけども、今のこの組織はあれだから、民間組織のに当たるので、直には解散できないんだね。けども、露骨に妨害工作を行ったって書いてるわけ。露骨な妨害を始めた。しかし、IFES はすでに31年から拠点を転々としており、34年からはもう早速、もう仕込んであったアメリカに行くんだね。東海岸の方とかに行ったんだね。ハンナ・アーレントとかも、後々東海岸、ニューヨークに
至るので、そちらと考えて、コロンビア大学で活動し始めた。アドルノと旧知であったベンヤミンは、これをはじめとして、この年始にたびたび寄稿しておった。そのベンヤミンなんだけども、39年、つまり開戦の年にまだドイツにおったのだが、ようやく亡命を決意して、しかし、そのフランスに逃げたんだが、フランスもあっという間に40年の途中に、早い時期に占領されちゃうんだね。ドイツに占領されて、占領っていうかおかしい、そのパリとか陥落し、その傀儡政権ができるなどして、事実上、そのナチスの属国となったんだね。その意味で、フランスに逃れていても危ないっちんで、スペインの国境守備隊に脅され、間違えた、亡命を決意して、そのフランス、スペインの間にピレネーを越えようとしたんだね。だが、そのあちらも、新ナチスのフランコ政権 なわけだから、非常にまずい立場で、途上でスペインの国境守備隊に脅され、もはやダメかって観念して、自ら命を絶ったと書いてあるね。だが、そのベーミンの書いた原稿は、さっき言ったハンナ・アーレントが、託されていて、それをハンナ・アーレントも命からがら逃げ出すんだけども、その原稿を持ってね、その原稿を持って、ベーミンの原稿を持って、ドイツというかフランスを脱出し、アメリカに至るんだね。それを後々アドルノとかが編纂してベアミン著作集全集になるわけだから。という話。そういうわけで、一応軽くここ済ませようかな。右のページの A ショート見といて、エーリヒ・フロムの話、アドルノ・マルクーゼ、ちょっとそういろんな、名前と署名があるから、ちょっと軽めに読んで、2分ぐらいで109ページ上の段落読んで。名前が出てんだね。エーリヒ・フロムはなんとなくやや馴染みやすい精神分析論で、日本にも読者多いね。で、アドルノってのは何つうんだろうね、社会分析家みたいなニュアンスでいろいろと訳されて、それなりに読まれてるね。だから、そのマルクーゼはどっちかというと、1960年代とかに、日本とかも含めたその社会改革運動の議論の中で、重大視される人なんだね。まあ、簡単に言えば、その革命理論家みたいな位置づけで大事にされるわけなんだ。だが、本人自身は手堅い文を、研究を書いてると知っておいて。それで書いてる通り、マルクーゼは、もちろん反ナチスなわけだけども、だからってそのアメリカ万歳じゃないってことだね。アメリカ万歳じゃない話が書いてあるね。だから、そのこの組織どうなるかが続きにあるから、離散と結集っていうところも読んだらすぐ分かる話だから、これも2、3分で読んでみて。離散と結集。
Yeah. まあ、言葉自身難しくないと思うから簡単に追っていくんだけども、さっき言った民間組織だから国から金もらってるわけじゃないと、むしろその国自身が非常に危険な方向に傾いてるってことを告発するような組織だからね。その意味でそのとりわけユダヤ人が38年。まあ、37、8年の頃から激しく明確にその攻撃される、それでまあ脱出する人も多い、脱出も最初の頃はまあまあ緩くって、あれこれ逃げ出したけども、徐々に厳しくなってくると38年以降とかはその財産とかほぼ没収ね、家屋敷とかその会社とかみんな没収で、出ていくならばその、トランク2個までな感じね。そんな話になって、最後は出れなくなるわけだけども、その間にさまざまなその抜け出した人がいるから、資金なんてのはそんな感じね、スポンサーがいなくなったわけなのだ。ユダヤ人資産家とか、結構早々と逃げたりしたからね。それで、40年代半ばってことは、亡命先の、アメリカとかの終戦の時代だよね。それで、まあ、戦後の47年に、その啓蒙の弁証法、一応よく読まれた、前もこの立て書きでも見た、を発表した。一応読んでおくと、どうして人類は真に人間的な状態に踏み入っていく代わりに、つまり理性を発揮すればそこに行けそうなんだけども、一種の新しい野蛮状態に落ち込んでいくのか、つまり理性どうなってんのって話だね。なんとなく理性っていうと、そういう野蛮状態から離脱するような、そんな、人間の要素じゃなかったかと思うんだが、自分の利得のためにはあらゆるものを犠牲にするばかりか、殺しもするっていうふうな、そういう形で、理性が活動してるとすれば、この理性たるものいかなるものかって話ね。そういうわけで最後の方は読んですぐ分かる話。じゃあ戦後のってやつ読もうか。最後の段落の数行、これもちょっと軽めに読んで。戦後は、戦中は当然知ってる通り、そのユダヤ人狩りがなされて、ほぼみんないなくなったわけだけども、戦後になって戻った人は相当いるんだね。今も相当数が住んでるのがドイツのユダヤ人なんだけども、その亡命組もこんなふうに、むしろ自分たちを加えた状態で新しいドイツを作るのがいいんじゃないかっていうニュアンスで、入ってくるわけなんだね。政治家となるわけじゃなくて、あれするんだね。その理論家として活動するってことね。そんなわけで、まあ、ホルクハイマーとアドルノの対比は載ってるからいいとして、最後に載ってたハーバーマスって名前は、ちょっとめくってくれたまえ。にゃーん。にゃーんじゃなくて、あれ？どこだ？19番の横書き112、
112113ね。112113がハーバーマスっていう特別な一人の名前で、その説明があるやつだから、一個世代が下の中に、ね、世代と言っちゃいかんのか。もうちょっと下の人で、その活躍する人ね。この教科書の段階でまだ生きてたけども、どうなんだ、ちょっと今調べてみようか。ハーバーマスって、1929年生まれ。どうなんだろうね。しまったあれがない。ローム。ここでプラスにして、ハーバーマスと書く人と、ハーバーマスと書く人がいて、生きてんのかにゃ。まだ生きてるのかな。だね。100歳近いと。という人ね。いずれやろう。というわけで、あと数分あるから、さっきの縦書きに戻ろうかね。縦書きの、理性のところをもう一回、この理性の腐蝕の方で見ておこう。506ページ3行目な。一つずつってところで、理性の数学的な性格、つまり計算し、例理な規則によって人々をあれするってやつね。そういう批判する試みとして、理性で物事を理解する際、算術や数学という模範をよりどころにするのを批判する。理性が本来の理性じゃなくなっているっていう意味なんだね。しかも本来ってのがどこかって言った場合、キリスト教の最初に戻ればいいかっていうとちょっと違うかもしれん。その意味では、その場合によってはギリシャかとかっていう話にも射程に入るものとして考えておいて。ホルクハイマーは言う、人間の理性は道具的な理性に出しておる。出してるってのは、その単なる利得のための、そのスマートさみたいな意味だね。腐蝕してしまっておる。人間にとっての善について考えるという本来の役割を放棄しておる。まあ、善という言い方はギリシャもやったし、キリスト教もやってるから、この言葉だけでいけばどうか分からんけども、なんとなくその皆が共に生きる、そんなふうに生き延びるっていうふうな意味を大雑把に考えておこう。人を犠牲にするんじゃなくてっていうことを含むわけね。そしてある目的に到達するためにどうすればいいかという問題だけを考えるようになってしまった。なるほど。ちょっとそこ次読もうか。理性が形式されることでどうなったか。正義、平等、幸福、寛容など、これまでは理性に内在し、理性によって認められていると思われていた一切の概念の根拠が失われてしまったのである。これらは今日でもまだ目標であり、目的であるはずなのにってんだね。しかしそこには、それらを称え、客観的な実在に結びつける権限を与えられた理性の力は存在しておらぬって書いてるね。まあ、言いたいことは分かり、かつ単純にも見えると思うから、いいとしようか。時々今でも報道される、そのダボス会議って聞いたことあるよね。あるね。今、その世界経済フォーラムといって、その財界の大物みたいなのとか、トランプ大統領みたいなのが、あれがその出席するんだよね。あれ、昔は戦前もあったんだけども、ハイデガーとか、そういう人が出席していたんだ。その世界賢人会議っていう方で、その賢者が、で、賢者がっていう時には、名前でその哲学者とかが上がっていたんだが、今その頭のいい人ってのはみんな経営者だったよね。経営者。なんか広告見ても経営者誰々とかそんな感じで、経営者が最も優れた人間みたいな話になってるのは非常に面白いよね。なんでそんな臆面もない話が普通にできるのかってね。まあ、いずれにしろその計算する理性っていうふうな話なんだね。だからその理性の幅はいかなるものか、
という話がこの続きの問題でもあるのと、もう一個はそのこの理性をいわば囲み込むその外、理性を豊かにするためにはむしろ理性が排除したものを参入しなきゃいかんのじゃないかっていう意味で、やはりその前からやってる話の続きがあり、その野生とかって言葉まだやってないよね。そんなふうな言葉も実は理性の外部であると。そういうところをまあ掘って一応、その前半の春学期はどっちかっていうと、その理論的理性的な方面の話で、秋学期がどっちかっていうとその共同体、人の結束の話になるから、その理性の話のあたりの周辺で来週終わらせようと思ってね。そういうわけで今日の課題はまだ後で文字で書くからそれ待っといて。じゃあ早めでおしまいにしようかね。残り今日やなかった残りは次回ちょっとだけ足すかもしれんけども、一応大体終わりね。じゃあおしまい。じゃない。録画終了だ。